どうも皆さんこんにちは、高専プロモーションチャンネル谷にでございます。え、どちらさんですか？いきなり塾に入ってきて、ちょっと警察呼ばないと。はい、ちょっと警察呼ばないといけないんですけど、自己紹介してもらっていいですか？そうだ、怪しいものじゃなくて、大島商船高専から来ました、赤松敦です。あ、フルネームなんですね。赤松くん、ありがとうございます。はい、YouTube 上ではパイナップルボム赤松で活動なさってるんですかね？はい、そうですね、 YouTube 上ではパイナップルボム赤松というチャンネルで活動しています。あ、ありがとうございます。うんうん、で、今日は対面でコラボしに来てくださったんですね。はい、そうですね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今まで商船に関してあんまり取り扱ったことがなかったので、せっかくなんで大島商船高専には商船学科があるということで、画面に映してると思うんですけど、商船学科あるあるということで、彼は自身は違う学科なんですけど、そうですね、そうですね、はい、僕は電子開口学科という学科なんですけど、まあ、一応部活とか、まあ、あとその他学生会活動とかで、まあ、一応商船学科の方と関わることがあるんで、まあ、あるあるというか言っていけるのかなと思います。はい、はい、ということで一つ目から早速お願いしてもいいですか？はい、お願いします。はい、じゃあ一つ目お願いします。はい、まずですね、商船学科の半分以上はですね、県外から来ている人がほとんどだと思います。へー、はい、県外から。じゃあほとんどの人が県外ってことは、山口県から進学する人はあんまりいなかったってことですか？まあそうですね、まあ、山口県から、まあそれは商船学科に進学される方もいるんですけど、まあ、その商船学科っていうのがそもそも全国にそんなに多くないので、まあ、やっぱり南は鹿児島だったり、北はまあ北海道から、まあ、全国からですね、来られているという感じです。あ、そうなんですね、はい、全国にいくつか商船学科がある感じですが、はい、まあ、やっぱりその周辺の、大体その周辺の周りの人が、まあ、適宜その3つか4つぐらいの商船学科に、まあ、進学するって感じなんですね。そうですね、はい、そうなってます。あ、そうなんですね。じゃあ、はい、結構いろんな幅の、地理的にいろんな人と関われるってところでいいかもしれませんね。そうですね、本当1年生の頃とかはもうみんな鉛に鉛まくってるんで、はい、もうなんか全然なんか言葉が通じないというか、まあ陸上部の子も鹿児島から来てる子がいたんですけど、はい、そうですね、もうなんか言葉が通じないというか、お前誰やねんみたいな。え、KPC 他人にで壊すみたいな感じなんですか？その本当にそんな感じですね。そうなんですね。例えばじゃあ山口県のブチきついじゃんとか、はい、ブチ偉いじゃんとか、これ二重方言だと思うんですけど、はい、ブチ偉いじゃんとかはやっぱ通じないですよね、多分県外の人だから。まあそうですね、そのニュアンス的にはなんとなく受け取ってはもらえるんですけど、まあやっぱりそうですね、まあ向こうからの言葉とかは、え、何言ってんのこいつみたいな。ちょ待って、タイムみたいな感じなんですね。はい、はい、ちょっとそうなります。じゃあ2つ目見ていきましょう。2つ目はこちらです。ちょっとお願いします。はい、ですね、2つ目、学生も、先生もですね、ゴリゴリの体育会系っていうことです。そうなんですね。はい、基本的に高専っていえば、なんか落ち着いてる方というか、インテリ系のイメージがあるんですけど。そうですね、まあ、ひ弱とか、そういうイメージなんですけど、うん、まあ、商船学科は結構体力が、実習とかでもまあやっぱ使うので、はい、まあ、その後、挨拶とかも結構厳しいですし、ほんと先生とか、もう何ですか、学生も、まあ、声が大きいというか、ほんと声が大きくて、もう体もごつくてっていう感じで、あ、なんか、はい、お前ちゃんとしろよみたいな感じなんですか？本当にそうですね。うわ、まあ僕たち一応体育会系だったから、はい、多分親和性はあると思うんですけど、はい、想定してない人がこう目の当たりにしたら、多分うわ、なんだここ大変なところに来ちゃったみたいな。そうですね、ほんと高専って一応落ち着いてるイメージなんで、うん、まあ、そういうイメージ入ってくると、まあやっぱりギャップというか、何みたいな、あ、そうなんですね。なんか一つ、なんか適当でいいんで、エピソードとか、こういうなんか体育会系のエピソードだなっていうの、なんか一個あれば聞きたいんですけど、はい、あります？そうですね、まあ僕の体験談なんですけど、うん、まあ、1年生の時に、まあ、1回だけ公開レクリエーションっていうのが、まあ、全学科ありまして、はい、まあ、僕電子開口学科なんですけど、まあ、その時に、まあ、初めて船に乗って、で船に乗る時はですね、なんか転校しないといけなくて、で、まあ、僕出席番号1番だったんで、まあ、一番最初に返事をするわけなんですけど、結構舐め腐ったというか、声が小さくて、1番と言われて、はーいみたいな感じで、はい、返事をしたら、おい、なんじゃその返事はみたいな。怖い。マジで怖くて。もう、そっからもう、商船学校の先生には、もうなかなか近づこうと思わないんで。そうなんですね。はい、やっぱり、船って海の上だから、まあ、命に関わるから、はい、やっぱりそこはちょっと厳しく、それぞれが存在を確認するって意味で、はい、重んじられてるわけですね。はい。あ、そうですね。でもやっぱり、他の学科の方からすると、まあ、ちょっと、怖いなっていうイメージはあるかもしれないです。ありがとうございます。はい、はい、ということで、じゃあ次のテーマいきましょう。3つ目です。お願いします。はい。まあ、公開実習後に、心も体もでかくなって帰ってきます。はい、気になります。ちょっとお願いします。はい。まあ、確か2年生から3年生に上がる春休みと、3年生から4年生に上がる春休み。で、あと、5年生の、半年間ですね、公開実習があるんですけど、まあなんか、
公開実習前にそんなにあの体が大きくなかったというか、ひ弱な男子がですね、公開実習後にあの体がなんかゴリゴリでかくなっていて、で、なんでお前そんなにでかくなったのって聞いたら、いや、なんかその船にはあの本当何もすることがなくて、船は何もすることがなくて、あの一応ジムというか、なんですか、ベンチプレスとかができる器具があるらしくて、もうその筋トレしか基本することないから、あの体がでかくなったって言ってました。あ、そうなんですね。はい、気にならないんですか？そうですね。まあ、多分、2日に1回ぐらいは、その、結構、元気になってるんじゃないですか。そうなんですね。ということで、まあ、やることがなくて筋トレしまくるわけですね。はい。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと、4つ目行きましょう。お願いします。じゃあ、どうぞ。はい。初めての公開実習でですね、半数以上が船酔いするっていうのを聞きました。おお、そうなんですね。はい、やっぱりその船で揺られてるから慣れずにううみたいな感じでグロッキーになるんですね。まあ、そうですね。朝鮮学校を志望してるんで、まあ、多少船に興味はあると思うんですけど、まあ、それでもあのほとんどの人があの長期の、長期船に乗るっていうのを初めてすることなので、まあそのまあ、やっぱり半数以上があの上って船酔いしたりとかはありましたね。あ、そうなんですね。はい、まあ、やっぱりちょっと僕もなんかそういうあんまり酔ったりとかしないんですけど、やっぱり体調悪い時とか、やっぱりうえってなりそうになるんで、やっぱこういう時ってやっぱなんか対策とかあるんですかね。なんか酔い止め薬とか持って入るんですか、ね、本当、はい、酔い止め薬を常に常備してみたいなのを聞きしましたね。あ、そうなんですね、はい、ちょっと苦手な人はあの酔い止め薬、はい、頼らないといけないんですね、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとラスト、はい、いこうと思います、はい、5つ目です、お願いします。はい、まあ、船が好きで入った人はですね別にいないっていうので、まあ、主にですね、就職後の、はい、お金の面で、まあ、入るかなっていう人が、まあ、言いますね。はい。あ、そうなんですね。めちゃくちゃロマンがぶち壊れたんですけど、はい、なんかみんな船が好きで、なんか憧れてる仕事があるんですみたいな感じで入るかなと思ったら、まあ、やっぱりちょっと危険で、やっぱ長期出張があるってことで、はい、まあ、お金はやっぱ高いと思うんですよ、はい、船の仕事っていうのは。そうですね。そっちなんですね。はい。なんかその、一応半年間実習して、半年間は休暇みたいな、はい、その就職した後のスケジュールがそうなってるらしいんですけど、うん、まあ、その何ですか、その半年間 その出張というか、まあ出勤をしてもまあやっぱり半年間あの休暇があるんで、まあそっちを取ってプラス収入も結構高いんで、あ、はい、なるほど。そういうのをもう中学生の頃から考えて、まあ、入ってくる人っていうのは結構いたりします。意外と多いんですね、はい。まあ、僕が多分同じ立場だったら思うことが、まあ、家庭との両立とかちょっと難しそうだなと思いましたね。あ、個人的な感想ですけど、まあ、そうですね、うん、まあ、でもなんか結構あれですね、自由奔放っていうか、まあ、その何ですか、うん、俺は旅に出てくるぞみたいな、そういう感じの何ですか人がまあいたりするんで、うん、まあ、そういう人とその会う人が、あ、はい、ハンターハンターのジンみたいな。そうですね、はい、行ってくるぜみたいな。はい、そうです。あ、なるほどなるほど。だから多分別にあのその奥さん、まあ、その男の子がまあその商船学科でまあ就職するとして、うん、まあ、奥さんがまあ別に違ったとしても、うん、別に奥さんはですね特に気になさらないんじゃないかと、はい、思います。あ、今なんかちょっとね、はい、出所って言ったんかと思ってちょっと迷いましたね出所じゃあちょっとおさらいしておきました、はい、5つ紹介させていただきましたと、はい、県外から来ている人が半数以上なんですね、はい、あ、じゃあ2つ目ちょっとお願いします。はい、うん、学生の先生もゴリゴリの大会系ということが、はい、結構唯一の学科なんじゃないですかね、はい、じゃあ3つ目、公開実習後に身も心も一回りでかくなって帰ってくる、まあ、やっぱり経験もしてくるから、はい、ちょっと余裕というか一回り心も大人になって帰ってくるってことなんですかね。はい、そうですね、心もなんか、はい、その自信がついてるというか、はい、なんか人間そうですね、些細な人一つのイベントが終わってちょっと大人になったりするっていうのはすごくわかりますね、うん、すごく、はい、じゃあ次4つ目お願いします。はい、初めての公開実習で半数以上が船酔いするちょっとびっくりしましたね、はい、でラスト、船が好きで入った人は意外といない、まあ、とはいっても多分ちょっとはね、やっぱ興味とか関心あると思うんですけど、まあそうですね、はい、まあでもなんか、何ですか、まあ例えば、まあ日本丸とかっていうのは船ありますけど、うん、まあそれを見て、まあ興奮する人、まあもちろんいるんですけど、なんかそれよりもやっぱり金っていうそうなんですね、本当にもう船の知識がまあ全くゼロの状態で入る人もやっぱ多いんですか、そっちの方が多いんですか、まあそうですね、はい、もう入ってからもう、何ですか、仕入れる情報っていうのは多分、あ、多いですね、はい、あ、じゃあなんか他の学科とちょっと似てるんですかね、だって他もやっぱ情報系とかもなんかパソコンめっちゃ好きとか、はい、もう家でプログラミングめちゃくちゃいじってるから入りますみたいな人も全員じゃないじゃないですか、そうですね、それと同じノリですか、はい、あ、そうですね、本当にそれと同じノリだと思います、めちゃくちゃ分かりやすかったです、はい、ということで、まあ、いい感じの時間になりましたからね、はい、最後にちょっと宣伝挟んで終わりたいと思います。ちょっと一つ目失礼します、こちらですね、線形代数微分積分一、内容大丈夫ですか、覚えてますか、赤松くん、もうあの5年間やってきましたけど、もうなんかどんどん忘れていってますね、あ、そうですよね、ただでさえ難しいところで編入試験とか進学とかすごく使うというか、高学年になっても多分なんて言うんでしょう、当たり前というかできて当たり前 で、まあ、できて当たり前ですけどみたいな感じで続いていきましたか、はい、あの高学年、そうですね、もうできて当たり前でどんどん授業が進んでいくんで、あ、まあ、基礎の部分がやっぱり固まってないと、まあ、やっぱりそのついていけないっていうのはありますね。これ前半、はい、この一冊前半あのこれで攻略してるんですけど、はい、あれ実はですね、もう先取りしてくださった人もう前半終わってる人もいるんですよ
やっぱり強すぎだなんかゲームとかでなんかめちゃくちゃ課金して最強になってるキャラみたいなすごいですね、はい、新2年生の皆さんぜひともこちらあの講座取っていただいて、まあ、強強高先生のね一人になってください。はい、でもう一つです。こちらですね、こちらの予習教材もね結構最強なんですけど、こちらも数学、英語、物理、生物、あとプログラミング、科学、こちらのですね、まあ、4、5、6月と、まあ、向こうの、まあ、向こう1年分ぐらいですかね、これの予習ができて、テストが終わってすぐ忘れるっていうパターンが多いんですよ。で、進学する人はやっぱりずっと保持しておかないといけないわけじゃないですか。そうですね、はい。で、その保持するためにはどうするかっていうと、やっぱりある程度は根本から理解しておかないといけないわけですよね、うん、あ、こういう原理かルールかほえーみたいな。そしたら忘れたとしても次思い出すっていうスパンが多分短いと思うんですよ。あ、確かに。完全暗記で、あ、こういうことね、うん、よくわからないけど、うん、テストで点取るために一応覚えましたみたいな感じにすると、多分次復帰する時もそうです、これ何やったっけそう、本当そうです。で、それにならないようにガイドしてるんで、かなりお得で、で、数百時間なんですけど授業時間、1万円です。マジっすか。そうで、皆さんの合格祝いでちょっとディスカウントしてます。マジっすか。ぜひ、はい、ありがとうございます。で、ラストですね、こちら英文法です。あの、皆さんね、英語嫌いな方多いと思います。いや、僕も苦手ですし、うん、まあ、嫌いですね、ちょっと。あ、しかも、はい、なんかテキストそのままテスト出るじゃないですか。あ、確かにそうですね。そう、はい、で、実力全然つかないんですよ。思います。はい、なんかそのテキストでしか解けないというか。そう、はい、で、トイックとか英検とか受けても、なんかやっぱり日頃80点90点取ってもなんかみたいなトイックと英検受けた時に、え、何これみたいなってなっちゃうんで、それにならないように普遍的に、まあ、英文法の授業ですね、どういう風に単語を並び替えるのかとか、こういう表現をすればなんかこれを表せれるよねっていうのを、あの、なるべく暗記しないように、理系の人のためのなんか考えて、なるべく情報を頭に入れていくっていう授業をしてるので、これかなりおすすめです。こちらのレベルアップ講座みたいな、これ終わったらこっちの英語頑張りましょうみたいな感じになってるんで、ぜひとも皆さん新2年生以上の方お取りくださると嬉しいです。はい、ということで、今回ですね、小選学科あるあるということで、ちょっと今回ですね、結構ありがたい動画なんですよね。やっぱりこちら取り扱ったことあんまりなかったので、あ、やっぱり、はい、工業というか、まあ、商船はやっぱりマイナーですから、うん、あれですね。そうなんですよ、はい、ということで、実はですね、もう何本か一緒にお話しくださるということで予定しています、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで、こちらの動画は、パイナップルボム赤松くん、はい、と KBC 谷でお届けしました。赤松くんのですね、チャンネルだったり、あの SNS とかをですね、コメント欄だったり概要欄にペタッと、はい、貼ろうと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします、はい、ということで、今回の動画終わりたいと思います。一緒にじゃあ掛け声お願いしてもいいですか。はい、高専用のところだけ一緒にお願いします。はい、あなたの選択肢に高専用。PDCA School。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.